さあ、バトルビートは決まりました。1本目、カズ、You ready? OK、それでは行きましょう。決勝ラウンド1本目、カズ、バトルスタート。シロ、一本目いきましょう。You ready? Yep. OK、いきましょう。バトル、スタート!2本目のバトルビートはこの曲だ。カモン。さあ、さあさあ、習えないでも笑ってもラスト1曲いきましょう。カズラリー、それではいきましょう。決勝ラウンド2本目、カズバトルスタート。シロ、You ready? OK、 いきましょう。決勝ラウンド後攻2本目、シロバトルスタート。バスケットボールジャパンチャンピオンシップ東海ラウンド優勝に輝いたのはアンダー18一般の部、優勝したのはどの人でしょうか。いきましょう。3、2、1、ジャッジ。あー、優勝日向志郎、おめでとう。東海ランド優勝に輝いたシロー、拍手おめでとう。全国大会のねファイナルかましてください、かましてください、おめでとうございます。盾と
そしてフクションのレッドブルになります。おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは、皆さんありがとうございました。今回やりたいこととかやれることと、そのでなんだろう、できることがもう全然、このフリースタイルってそのバトルだけど全然違うジャンルやってるものなんですよね。ボール回してるやつがいたり、ボール2個使うやつがいたり、その自分のスタイルをめちゃめちゃ出す大会だったんですけど、なんか俺バトルってやっぱりちょっとこう相手を感じたい部分もあって、そのじゃあボール2個使ってるやつにはボール2個使おうとか、ボールスピンしてるやつにはボールスピンしようって、ちょっと同じ土俵でやんないと、少しこの俺もドリブルだけついてスピンやって負けた時にちょっとだけ寂しさが残ってて、今回それを意識してバトルに臨みました。ただその本当にこうレベルが今回東海ラウンドってすごい拮抗してて、なんか普段はなんか上位ベスト4はなんとなく決まるんですけど、もうオーディションの雰囲気から結構やばくて、そのいつでもバトルはやっぱ苦しいし緊張するんですけど、まあ本当練習が一番苦しくて、そのフリースタイルは楽しいんですけど、バトルっていうのはすごい多分そんなに簡単なものじゃないっていうのが13年やってきて思ってるし、それがそのすごいこう本番のもう時間重なるごとにどんどん熱くなってきて、そういう中でこうもういいものだって僕も出せてるつもりも全くないんです。本当にもう技なんて新しいもの全部やろうって言ってそんなにうまくもやってないし、ただその相手と今日は向き合えた時間だったので、この日本一決定戦っていうのはきっとその過去から本当に荒れた時代があって、そのめちゃめちゃ挨拶も絶対しないみたいな、すごいそういう中から始まってきて、会うたび仲良くなっていったんですけど、この大会はもうバチバチしてていいんじゃないかなっていうのが自分の結論で、もう今回スタジオアーツさんとか、その普段はもう BTP とか出ていただいた時はめちゃめちゃね、みんな笑顔でやってるのに、なんかずっと拍手しちゃダメなんじゃないかって空気感の緊張感の中ずっと3時間やってきちゃったんですけど、ちょっと今この日本一決定戦っていうのは僕の中での感覚は本当に緊張感を持って、相手をには絶対負けたくないけど、相手とはバトルするから分かり合おうぜっていうので、ちょっとスピンとかツーボールめちゃ練習したのに全然数の時できなかったけど、そうなんか本当にこう相手を対策してきて、今日は俺の中でそういうバトルはこう自分のやりたい方向性でやれて、あとはそのみんなが言ってくれたもう気持ちだけは絶対持ってこようと思ってなんとかやりました。本当に今日は主催もしながらバトルに出させていただいたんですけども、アーツさん、そして常葉大学のみんな、今日はありがとうございました。本当フリースタイラーもね、バチバチしちゃったけど、後でゆっくりみんな話しましょう。なんか俺すごい多分誰とも目合わせないレベルで、さっきカズと一回トイレすれ違ったんですけど、トイレカズ入っていったの見て、俺個室トイレ入るくらいバチバチしてたので、そういう感じでちょっと最後はみんなで話せたらいいと思うので、今日は東海優勝してカズと2人で東海代表として3月25日のファイナル頑張ってきますんで、またここでやることもあると思うので、ちょっとこいつらどうなったかなっていうのもまた知れたらいいと思うんで、また頑張ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。